低いボールシュートへ、うわー来た、早速先制ゴール、サインプレーだこれ、サインプレー、大分トリニタ1点先制、素晴らしいですね、今低いボールで流してって完全にも 作られたデザインプレーですね、まあでもそこに至るまでのゴールキーパー含めてビルドアップして、はい、この強度の中やりきってこれ点を取ったってのはかなり、リアで流してから最後鈴木ですか、これは片野坂監督の、ね、勇気と決断を込めたいですよね、はい、詰めていった鈴木がシュート。